ヨーロッパ西側諸国との関連が深い国である。スロベニア人自体は南スラブに属することになるが、スロベニアの作家、ザンカルが、地の上では兄弟であり、言葉はいとこであり、文化は数世紀にわたって全く別の育ちの果実である。しかし、我がカルニオラの農民が、チロルの人々と親密であるほどに我々は親密ではないと記したように、 スロベニアが西側諸国へのつながりを持つ意識は強い。スロベニアにおける人類の歴史は旧石器時代にムスティエ文化の担い手であったネアンデルタール人から始まる。リュブリアナ周辺では戦死時代の住居跡が発見されており、紀元前1400年頃イリュリア人が定住。彼らはギリシャと交流を持ちながらケルト人らと融合していく。 ローマ時代の遺跡、リュブリアナやがてスロベニアは、ローマの支配下となり、イリュリックムや、ノリクムなどの属州とされる。この地域には、植民都市として、現在のエイモナや、ポエトビオなどが建設され、さらに、シェンペーテルには、ローマ時代の大墓地跡が存在する。このローマ占領下の時代、キリスト教が、伝来、五世紀まで繁栄を続けた。しかし五世紀中頃、 フン族が侵入したことにより、都市は破壊され、さらに6世紀のスラブ人の侵入を迎えることとなる。536年、スラブ人は、スプリト周辺へ現れた。548年には、現在のアルバニアのドゥラスまで南下した記録が、残されている。さらに、ビザンツ帝国の歴史家プロコピオスとテオファネスによれば、539年、550年、 559年にイリュリア州へスロベニア人が侵入したことが記録されている。しかし、この後567年にアバール人が襲来、その周辺のゲルマン民族らはイタリアへ追いやられることとなった。アバール人はそこに定住するがイリュリクム、乗り組む周辺らはスラブ人らが定住、彼らはアバール人らが背後にいることを頼みにイストリア半島や ベネト地方まで進攻、さらにオーストリアのドライヘーレンシュピツやダッハシュタイン、ハールシュタットまで至ることとなった。そのため、7世紀には、サバ川、ドナウ川周辺、ダルマチアは、スラブ人らが占領することとなった。この時代、フランク人のサモが、アバール人へ抵抗する、スラブ人を支援して、これを勝利させ、さらに、フランク王国、 ゲルマン系のアレマン族ランゴバルド族にも勝利した上でサモ帝国を開いたとされているがこの中にスロベニア人が支配下にあったとされているこのサモ帝国はサモが死去したことにより崩壊スロベニア人は再びアバール人の支配下となった626年から630年の間にスラブ人らはアバールへの反乱を起こして カランタニア公国を創設、さも帝国の一翼を成したと考えられている。カランタニア公国は、アバール人との戦いを繰り返すこととなるが、745年、バイエルン公国へ支援を要請。この支援とともに、キリスト教が伝来することとなり、ザルツブルク市教座が設置されることとなった。しかし、 キリスト教が無条件で受け入れられたわけではなく、772年、バイエルンのキリスト教による教家活動への反抗から反乱が発生、バイエルン公国多代郎世成以降はこれを鎮圧した。しかし、徐々に、フランク王国の手が伸びてくることにより、クロアチア人のリューデビト・ポサブスキラと共にフランクとの戦いを行ったが、リューデビトはカランタニア公国を廃止した。 これは778年にカロリング朝フランク王国がフランク王国編境部をバイエルン公国を元として設立された辺境白領に組み込んだためであった。このためスロベニア人はスロベニア語こそ使うことは許されたものの濃度と化すこととなる。フライジング写本さらに896年ハンガリー王国が成立したことによりフランク王国は 隣接地域の要塞化に着手。さらに、フランク王国が分裂すると、東フランク王国を追っ一世は952年、スロベニア一帯を含む地域を、カランタニア公領と定めたが、このことから、スロベニア人らは、ドラバ川まで進出することとなる。その後、カランタニア公領は、エスト編共白、カリンティア編共白ドラバ川流域地方、サバ川流域地方、 イストリア地方に分割されたが、いずれもスロベニア人らが定住しており、神聖ローマ帝国東国境を形成、クロアチアと分断されることとなった。その後、神聖ローマ帝国領として、カリンティア、スティリア、カルニオラの三公国に再編成されることとなる。なお、この時代の972年から1039年の間に、キリスト教伝道のために書かれた、 ブリジンスキスポメニキはスロベニア語で文章が記述されており、他にも写本が存在する。しかし13世紀末、ベネツィア共和国が勢力を伸ばすことにより、イストリア半島やアドリア海沿岸部は1727年まで、ベネツィアが支配することとなった。そしてローマ教皇の計画により、アクイレア宗司教座がザルツブルク司教座へ圧力をかけたことにより、カリンティア、 スティリア、カルニオララ3公国は、ボヘミア王オットカル2世が支配することとなった。こうしてスロベニアは、オットカル2世のプシュミスル家とハプスブルク家が支配することとなるが、オットカル2世は1278年、マルヒフェルトの戦いにおいて、ハプスブルク家のルドルフ1世に敗北、3公国は、ハプスブルク家支配下となる。ゲルマン民族のように、 大移動を見せたアルプススラブ人らは、ザドルガを基本とした遅延的共同体で成り立っており、長老がアバール人と交渉を行い、ザドルガ内の裁判官役を果たすなどしていた。後に裁判官の役目を行うことはなくなったが、長老を中心として、省縁をなすこととなる。後に農民と化したアルプススラブ人らは、ケルンテン、シュタヤーマルク、クラインで、 特権的農民層である、エイドリンガーを、形成、自治や裁判権を持つことができた。この特異的な地域を得たことに関しては、アバール、クロアチア、ランゴバルド、ローマにその出自が求められたがこの分野に関しては、未だに研究が続いているがその答えを乱すことは、困難とされている。ウルリク二世、オットカル一世に勝利した、ルドルフ一世は三広告を、 ハプスブルク家の相続領地として、息子、ルドルフ、アルベルトに収めさせた。さらに1355年には、トリエステからモンファルコーネまでのアドリア海沿岸部を、ベネツィアより奪い、スロベニア人居住地域はすべてハプスブルク家支配下となった。しかし15世紀、セリエ伯爵家が力をつけて、スロベニア地域において、ハプスブルク家と対抗することとなり、 1432年には、ルクセンブルク家と婚姻を結ぶことにより、神聖ローマ帝国の貴族となった。しかし1456年、ベオグラードにおいて、フニャディアーノ種の息子で、ハンガリー王マーチャー主一世の兄、フニャディラースローによって、セリエ・ハク・ウルリック二世が殺害されたことにより、スロベニア人国家が生き残る、可能性が消滅、ハプスブルク家の領土となることとなったが、 過去にルドルフ4世が、ドイツ人を、コチェービエ地方へ入植させていたため、スロベニア人居住区は、ドイツ人居住区に囲まれることとなった。この状況は、第二次世界大戦まで続くこととなる。また、行政面などではドイツ語が使用されることとなったが、スロベニア語自体は禁止されず、農民たちが使用し続けることとなる。 ジッチャ修道院13世紀から15世紀にかけてのスロベニアは封建制が確立しており、教会関係の領地が多く存在した。特に35もの修道院と付属農園が設立されたことにより、死闘修道会のスティチナ修道院やカルトジオ修道会のジッチャ修道院などが建てられ、その中でもザルツブルクの創始教座は最も勢力が大きかった。 また、多くの修道院が設立したことにより、文化面でも多大な影響を与えることとなり、写本の制作され、建築物としては、ロマネスク様式が、ブトゥイ、ブレスタニツァポドスレダゴシック様式がマリボル、セリエ、クラーニ、リュトメルで、それぞれ建設されることとなる。処刑されるグーベッツ大トルコ戦争において、現在のスロベニアの地で、 ハプレブルク家と戦うオスマン帝国軍15世紀に入るとスロベニアの地域にオスマン帝国が襲来することとなった。このためハプスブルク帝国はスロベニア地域で騎馬軍団を組織、そしてさらにオスマン帝国との国境地帯に軍政国境地帯を設置した。この軍政国境地帯はクロアチアの地に設置されたため、 スロベニア人はこれに含まれたわけではなかったが、ハプスブルク帝国貴族らが国境地帯に要塞を建設する際の費用を、スロベニア農民らが負担することとなり、農民反乱が頻発することとなる。1515 15年に発生した農民反乱は特に規模が大きく、スロベニア人居住区全体に広がったがこれは、鎮圧されることとなる。 そして1572年から1573年にかけて、スロベニア人、クロアチア人らが連合した上で、ハプスブルク帝国への忠誠を放棄して、ザグレブの主張への忠誠を行えるよう要求したが、これも成功せず、結局、1713年のトールミンの一揆のように18世紀まで、農民一揆は続くこととなる。 プリモシュ・トルーバル1517年10月13日、マルティン・ルターが95箇条の論題を掲げたことによりプロテスタント活動が始まるが、この波はスロベニアにまで及ぶこととなり、1520年代にはトリエステ、グラーツ、リュブリャナデルター派の活動が始まっていた。その中、プロテスタントへ回収したスロベニア人司祭、プリモシュ・トルーバルは、迫害を避けるために、 ビュルテンベルクへ避難したが、カテキズムをスロベニア語へ翻訳、さらにスロベニア語の基本的文法に関する書籍を出版したが、これは19世紀のスロベニア人らの民族的アイデンティティのよりどころとなる。この後、スロベニアでは、プロテスタント信者が増加したことにより、トルーバルのスロベニア人のためのキリスト教的秩序、ユーリー・ダルマティンの 聖書全訳などが出版されることとなるが、これはスロベニア語だけでなく、キリル文字、グラゴル文字でも出版され、クロアチアでも使用された。さらにトルーバルは30冊もの書物を、スロベニア、クロアチアの一部へ紹介することとなり、1555年には、マタイによる、福音書を、翻訳。1582年には、新訳聖書の全部をスロベニア語へ翻訳。 これらが、スロベニアで普及することとなったが、さらに彼の弟子ユーリ・ダルマティンは、旧約聖書の翻訳を、アダム・ボホリッチはスロベニア語発の文法書、冬の余暇を出版した。このため、ハプスブルク帝国は、対抗宗教改革を呼びかけ、教皇庁は、トリエント公会議を開催した上で、イエズス会を設立、ウィーンへ進出させ、 さらにはリュブリャナなどの主要都市に神学校の設立を行った。ハプスブルク帝国はプロテスタント派の牧師や職人らを何千人も追放し、さらにプロテスタントの文献すべてを禁止、焼き払ったが、そのためにスロベニア語の出版物が事実上消滅することとなる。そのため、新たなバロック芸術がスロベニアに広がることとなり、16世紀末には、 カトリックが勝利を収めることとなる。そして、17世紀に入ると、リュブリアナ、ゴリツァなどに、バロック様式の教会が建築され、その装飾に、イタリアの彫刻家たちが参加することとなる。ただし、スロベニア語は、イエズス会の設立した、高等学校の演劇や、リュブリアナ、ゴリツァでの聖職者の会合では、スロベニア語が使用される、ことが多く存在した。 マルコ・ポフリン18世紀半ばになると、ハプスブルク帝国史上初の人口調査が行われたが、この時、スロベニア人とされた人々は100万人に満たなかった。しかし、マリア・テレジアの時代に交通網が発達、マリボル、セリエ、リュブリャナを経由して、トリエステに至る重要な道が整備された。そのため、 マや絹織物などの手工業が発達、農業関係も力が入れられることとなり、カルニオラでは1771年に農業学校が設立され、ジャガイモの栽培など新たな農業が取り入れられた。さらに政府は義務教育令を発令、スロベニア地域の学校ではスロベニア語による授業が行われ、 対抗宗教改革で事実上、消滅していたスロベニア語の印刷物が出版されることとなり、1715年には、ボホリッチによる文法書が出版され、1768年には、マルコ・ポフリーによって、クラインスカ・グラマティカも出版されることとなる。しかし、マリア・テレジアが死去したことにより、ヨーゼフ2世が申請を開始。 行政機関で使用する言語をドイツ語と規定したことにより状況が変化、学校においてもドイツ語教育が優先された。しかし1781年、ノード解放令が発令されたことにより、濃度制が廃止され、個人の義務が緩和されたことにより、スロベニア人も中産階級へ上ることができる状況となった。さらにマリア・テレジア、ヨーゼフ2世の時代。 啓蒙的絶対主義が導入されたことにより、スロベニアにも知識人層が生まれることとなり、1781年、アカデミア・オペロソルム・ラバセンシスがリュブリアナで設立され、これに類似した、いくつかの組織が各地で形成され、1779年から1782年の間にバロックスタイルの歯科を集めた、ピサニツェが、ヤネズ・ラマスツ先進部によって出版されたが、この中には、 スロベニアの農民を歌った幸福なカルニオラ人も含まれている。ジ月ガツ・ツイス・ヨーゼフ2世は中央集権化を進めたが、それに伴い地方政府への限定的ながらも権限が異常されることとなった。そして、ロマン主義活動が開始されたことにより、ドイツ人のヨハン・ゴットフリートヘルダーは、スラブ人らにも自らの言葉や古く伝わる風習。 伝承を研究して発展させることを呼びかけた。そのため、スロベニア人らも、この活動に反応した。そのため、鉱山経営者、ジーガ・ツイス男爵の支援のもと、作家グループが形成され、その中には、言語学者のイェルネー・コピタルや、聖職者のバレンティン・ボドニックらが参加していた。コピタルは、スロベニア方言の統一を行い、さらに、 ドイツ語の要素を排除したスロベニア語文法書を出版。さらには、セルビアクロアチア語改革者、ブークカラジッチと共同作業を進めてスロベニア語の音声学的聖書法を確立させた。このため、スロベニア語が整備されることとなり、後に、スロベニア最大の詩人といわれるフランツェ・プレシェーレンらが生まれることとなる。さらに、農業、実務協会が政府の支援のもと、 形成されたが、この組織では、ラテン語が使用され、さらに、スロベニア系学識者が現れることとなる。ヤネス・ジーガ、バレンティン・ポポビッチは、海洋の研究をドイツ語で表し、ユーリー・ベガは、対数学大全を、ラテン語で表した。さらに、スロベニア以外でも、その活動は、広がることとなり、ブルターニのベルシャザール明けは、カルニオラチッシを出版。 スロベニアにおける言葉の違い、方言、文化的、地域的特徴が研究された。聖ニコラウス大聖堂そして教会でも、ヤンセン主義がユトレヒトから伝わったことにより、リュブリャナ司教座は、その影響を受け、ケイゼンヘルベシュタイン司教はこれを熱心に支持その影響を受けた人々らは、聖書の翻訳を行ったが、この翻訳作業は、他の分野へも波及した。そのため、 公共用理、福音証拠は、祈祷書、旧約聖書詩編などが翻訳され、スロベニア語の文語成立に多大な貢献を収めることとなり、さらに、スロベニア人知識層にも影響を与えることとなった。イリリア諸州この文学面で生まれたこの活動はやがて、政治にも影響を及ぼすこととなり、同時期に発生したフランス革命の思想的影響を受けたバレンティン・ボドニックは、 スロベニア初の新聞社を1797年に設立、ルブランスケノビツェを発行した。さらにフランスはナポレオン・ボナパルトの登場によりその領土を拡大し続け、スロベニアもその領域と化したが、ナポレオンはスロベニアに関心を持っていたため、1805年、1809年とハプスブルク帝国との戦いの際にはドイツ語、 フランス語などで各地の習慣を尊重するという宣言文を作成しているが、この中にはスロベニア語で作成されたものも含まれていた。1809年、ナポレオンはウィーン条役により、カルニオラ、カリンティア西部、ゴリツヤ、イストリア半島、クロアチアの一部、ダルマチア、ドゥブロブニクを、ハプスブルク帝国より割譲を受け、フランス領イリューリア諸州を、形成、州とは、 リュブリアナに置かれることとなった。フランス領イリュリア諸州となったことにより、濃度性こそ廃止されなかったが、この地域では、フランス式の行政制度やナポレオン憲法が適用されることとなった。そのため、スロベニア語の使用が推奨され、行政機関にもスロベニア人らが登用されることとなり、さらに、 フランス語を習得しているものが少ないという理由で役所でもスロベニア語が使用されることが認められた。そして知識人らもフランスの政策に共感を示し、ボドニックはイリリアの再生という詩をナポレオンに捧げ、さらに1810年にはグラーツでスロベニア人教会が設立されることとなり、その2年後にはグラーツの高等学校において、 スラブ研究講座が設置されることとなる。スタンコブラーズこの中、スロベニアでもイリュリア運動が活発化することとなり、スロベニア語がクロアチア語の解放言と近いことから、スロベニア語、クロアチア語、そして南スラブ県諸言語の統一を提案したものも存在した。この中で最も代表的な人物として、スタンコブラースが挙げられるが、彼は、 プレーシェンやクロアチアのリュデビトガイラとを信仰を持ち、スロベニア語、クロアチア語を混合したイリューリア語で死を発表したが、結局、これは良い結果を残すことができなかった。フランス占領下で、スロベニアでは民族意識が高まることとなったが、その一方で、コンコルダートが適用され、さらに軍事支出のための増税、徴兵制の負担などが強いられることとなっていた。 しかし、1815年、ナポレオンが敗れたことにより、ウィーン条約が結ばれるとスロベニアは再び、ハプスブルク帝国領となった。ダルマチアとラグーザはオーストリアに併合され、イストリア、カリンティア、カルニオラなどは新たに、イリューリア王国を形成することとなり、オーストリアの一部と化すこととなった。また、クロアチア、スラボニアは、ハンガリー領と化している。 ヤネス・ブライワイス・ハプスブルク帝国において、クレメンス・メッテルニヒが政権を担うこととなると、行政面、教育面において、再び、ドイツ要素が強まることとなり、スロベニア人サッカラも政府に監視されることとなった。これはメッテルニヒが、旧来の国際秩序を維持したいと考えていたためで、あったが、この政策により、ハプスブルク帝国内の民族感情は抑圧される、こととなる。 しかし、ウィーンで1848年革命が勃発するまでのフォアメルツと呼ばれる、この期間、スロベニアでは作家たちがスロベニアにおける文学、創作活動水準を高めるための努力を行っており、さらには、ヤネス・ブライワイスが、ノビツェという名の新聞を発行。この新聞は、経済、農業問題だけでなく、政治問題まで記事にした。また、 工業面においては、最初の主工業が開始された時期でもあり、繊維業や製陶業では、蒸気機関が導入されることとなった。オーストリア・ハンガリー帝国皇帝直轄領、1897年1848年革命の時期、スロベニア人らは、自らの権利拡大のための活動を開始したが、農民たちは、議会で、 封建制の廃止が決定された時点で革命に興味を失っていた。しかし、結社、スロベニアが結成された上で、言語協会内部に、スロベニア人の土地を集めて、州を形成して、民族権利の保障、スロベニア語がドイツ語、イタリア語と対等であること、すべての言語が、学校教育において使用されることを150万人の、 スロベニア人の名において1848年4月に宣言した。しかし、この宣言は一部の小さなグループの支持は得たものの、法権領主やドイツのリベラルな中産階級は反対。それに対して、スロベニア人らは、フランクフルト国民議会では、スロベニア人が参加する意味がないとして、参加を拒否した。この時、法律家、ヨシブクラーニーへは、 世界の一人たりともスロベニア人に対して死ぬのが怖いのなら自殺すればよいなどということはできないと発言している。1849年、ハプスブルク帝国はイリューリア王国を廃止してカルニオラ、カリンティア、キュステンラントをクローンレンダーとした上で限定的な自治権を与えた身分制議会を置いたがアレキサンダー・フォンバッハの時代。 自治権が著しく制限を受けることとなる。その最中の1853年、スロベニア語文学作品出版を行うために、モホリエバ・ドルージバが設立されている。1860年10月、直書が下されることにより、新たな憲法が制定されたが、スロベニア人らは、地方議会から排除されることにより少数派、ドイツ人らが権力を握った。 そのため、スロベニア人が圧倒的多数であったカルニオラ州においてもスロベニア語で記された議会報告書の閲覧申請が行われても拒否されるような状態であった。さらに1867年にハンガリー王国が独立したことによりオーストリア・ハンガリー帝国が形成されてハンガリー人らがドイツ人と対等な地位を得ることとなったが、 スロベニア人らには何ら影響がなかった。しかし、選挙法が何度も改正されたことにより、民主主義が徐々に取り入れられたことによりこれらの問題が政治的課題として表現され始めたため、1867年、選挙法改正により、スロベニア民族党の結成が許可された。このスロベニア民族党はそれまで、リベラル派と保守派に分かれていた派閥が、 統一スロベニアを形成する目的で集まったものであり、さらに1861年以降、トリエステでスロベニア語を守るため発生した活動により、読者協会、チタルニツェが結成されることとなった。1867年の選挙では、カルニオラの衆議会で史上初となるスロベニア人らが多数を占める事態に至った。さらに、この直前、 広島戦争に敗れたオーストリア・ハンガリー帝国はスロベニア人らの居住地域をイタリアへ割上するという問題が発生したことにより1868年から1871年にかけてターボルと呼ばれる集会がスロベニア人居住区全体で開催され統一スロベニアへの支持を行ったそのため1892年には キリスト教運動に関係した農民らが集まったカトリック民族党がさらに1894年にはンポ民族党が結成されたカトリック民族党が1899年にローマ教皇レオ13世が出したレールム・ノバルムの実現を要求して政治にも大きな影響を持つこととなったがその一方で少数派であるリベラル派は 都市部の中産階級を中心に支持を集め、リュブリアナ大学の設立を要求した。しかし、これらの活動が行われたにもかかわらず、ライヒスラートでは、議席配分によって、不利益を受けていた。その状況の中、ドイツ人らは、トリエステに至る、ドイツ人の橋を維持するために強い圧力をスロベニアに、かけ続けた。そのため、カトリック民族党は、 クロアチア権利党との連携を模索、スロベニアの政治からは、クロアチアの政治からにオーストリア・ハンガリー帝国に、さらに、スロベニア人、クロアチア人らスラブ人の国家を形成して、ミエ帝国とする構想を持ちかけた。しかし、皇太子フランツ・フェルディナントは、この構想について考慮して、スロベニア人を除外した、クロアチア人の国家形成を方針として、採用しようとしたが、 結局、この構想は、ユーゴスラビア構想へつながることとなり、例えば、クロアチア国民党の指導者、ヨシプシュトロスマイエル。と歴史家フラニョラチュキラは、セルビア公国を基礎とする南スラブ人による、統一国家を構想しており、さらに、クロアチアとセルビアの政治からの間で交わされた、リエカ合意と、ザダル決議により、クロアチアセルビア人連合が形成されたが、 この中にはスロベニアも含まれていた。ジーガ・ツイス男爵の館19世紀に入ると、ジーガ・ツイス男爵が登場するが彼は、スロベニア人を母に持ち、リュブリャナ中心部近郊の邸宅でスロベニア語振興に活躍した。彼は、オペラや演劇の愛好家であったが、外国作品をスロベニア語へ翻訳し脚色したものを、上演。 1789年12月には、小引小屋を、市長の娘としてまた、1781年には、フィガロの結婚を、キツジツまたは、マティチェクの結婚が導入された。また、この客色を行った、アントン・リンハルトは未完に終わりはしたものの、カルニオラ及び、オーストリアの南スラブ人居住地域の、歴史的考察を表している。また、詩人。 ボドニックは、フランス領イリューリワ州の時代、フランスが、初等教育レベルでの民族語教育を行い、あらゆる階層に教育を受けさせようとしていたことから、初等教育を管轄される、私学館に任命され、何冊かのスロベニア語文法書を表した上で、さらには、クハルスケブクベやバビシュトボを表している。スロベニア語の使用については、 市民の日常説かつレベルまで及んでおり、そのために1800年からスロベニア語文法書が出版され、1808年にはカルニオラ、カリンティア及びスティリア地方のスラブ語の文法が近代的文法書として初めて出版された。この作者であるコピタルはウィーン大学でのスラブ語講座の解説に尽力、多くの弟子を育てた。 やがてその弟子の JN プリミツは1812年にグラーツ高等学校を開設することとなり、一方でボドニックラの尽力で1817年にはリュブリャナで高等学校が開設された。しかし、さらに高度なレベルでのスロベニア語による教育はリュブリャナ大学が開設された1919 19年に始まることとなる。フランツェ・プレシェーレンさらに1806年。 ボドニックはスロベニア語初の詩集、試みのための歌を出版したが、この後に、スロベニア最大の詩人フランツェ・プレシェーレンが登場することとなる。プレシェーレンは1830年、スロベニア初の文学評論、クランスカ・チュベリッツァの発行に加わり、1836年には、キリスト教布教時代を歌った、サビツァの滝を出版、さらに現在、 スロベニアの国家として使われる歌詞は1884年にプレシェーレンが作詞したものであった。そして1847年、ボエジエを出版。これにプレシェーレンの詩の大半が含まれており、スロベニア人統一の政治綱領が翌年に発表された。後にこれはスロベニア語と、スロベニア文学の代表作と歌詞、スロベニア人にとっての民族的シンボルと歌す。 ポエジエ一方、シュタイアーマルク州では、クメティスケイン・ロコデルスケ・ノビツェが1843年に、創刊されたが、この新聞は、農民、商人、職人、農村部で、教育活動を行う聖職者、教育者向けの記事を掲載したが、この新聞は、スロベニア全土で読まれることとなり、プレシェーレンや、愛国的な主張を行った、JV コセスキの作品も掲載された。 そして1861年、オーストリア新憲法が交付されると、民衆の強気に力を注ぎ、スロベニア人らの民族意識の形成の準備を行うこととなる。ヨーロッパ中を席巻した諸国民の春は、ハプスブルク帝国内をも巻き込んだ。特にこの半世紀で文化面を中心に成長を遂げていたスロベニアでは、その影響は顕著であり、言語、 文化を中心にスロベニア民族が形成されることとなった。革命の当初、スロベニアの各都市では平成を保っていたが、一部では先導的な行動が発生しており、農村部では時警団が組織化された。しかし、徐々にスロベニア人らの要求がウィーン大学の学生らによって、 統一スロベニアの政治綱領としてまとめ上げられ、これは1918年まで影響力を持つこととなる。この統一スロベニア政治綱領は首都リブリアナとして、すべてのスロベニア人を単一の行政単位に統一することであったが、これまで、チェコ人やクロアチア人らの自治権要求よりも、さらに革命的なものであり、第一に、人民の自決権。 第2位にスロベニア語をドイツ語と対等とすること。第3に対外政策として、スロベニア人らが、ハプスブルク帝国の中心を成していた、ドイツ人に取り込まれることにより投下することを避けるために、オーストリアがドイツから独立を保つことを要求していた。結局、この、統一スロベニア政治考領は、スロベニア国家のデザインを形作ることとなった。 コルフ宣言1914年の時点で、スロベニアの人々は、オーストリア・ハンガリー帝国に忠誠を誓っており、徴兵も滞りなく進み、戦線でも勇敢に戦った。また、カトリック民族党も、ハプスブルク系の忠誠を誓った上で支持者である、農民や中産階級のための改革を唱えていた。 さらに1915年4月、連合国がイタリアに参戦を促すために結ばれたロンドン協定により、イストリアとダルマチアがイタリアに譲られることになっていたが、これはその地に住むスロベニア人の脅威と化した。そこで、ウィーンの帝国議会は、スロベニア人、クロアチア人の議員たちに帝国という枠組みは存在するものの、 彼らを政治単位として認める憲法改正を行うことを決定。さらに1917年にはカトリック民族党を党首アントンコロシェツ神父を中心として連合組織を結成5月13日宣言を行った。また、セルビア亡命政府とクロアチア人のロンドン亡命組織ユーゴスラビア委員会の間でセルビアとクロアチアで統一国家の形成を目指す。 コルフ宣言が1917年7月20日に行われたが、この中にスロベニアも含まれていた。ただし、スロベニアはこれに積極的に参加していたわけではなく、この情報を聞いたスロベニア人指導者たちは動揺を示し、コロシェツ神父も後にこのことを知らされている。スロベニアを行く。 オーストリア・ハンガリー帝国の補給部隊1918年10月、オーストリア・ハンガリー帝国皇帝カール一世は、連邦国家宣言を行ったが、これによりスロベニア人、クロアチア人、セルビア人らは、南スラブ人らの統一国家樹立を要求。1918年10月29日、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国が成立した上で、 民族評議会、ナラドニー・スベット・スラブンセブ。ハーバトー・フイン・スワー・ボーフがザグレブで結成され、コロシェツ・シ父プがこの議長に就任したが、この評議会は11月3日、オーストリアと連合国は休戦協定を結ばれた際、イタリア、セルビア間の地域の唯一の政治的代表であった。戦後、民族評議会の内部でも、 意見の対立が生じ、さらに、ユーゴスラビア委員会と、セルビア政府との間でも激しい交渉が行われたが、セルビア王国折衝、アレクサンダル・カラジョルジェビッチがこの機会を捉え、セルビア国王ペータル一世を国王として、セルビア王国、スロベニア、クロアチア、セルビアの地域を統合した上で、セルビア人、クロアチア人、 スロベニア人王国の樹立を1918年12月1日に宣言した。しかしスロベニアは積極的にこれに参加したわけではなく、スロベニアの地域をイタリアに脅かされるのを避ける、唯一の方法がこれしかなかったためであった。 ユーゴスラビア王国が成立した時、スロベニア人100万人が国民となったが、王国はすぐさまイタリアの圧力に悩まされることとなった。イタリアは、先のロンドン協定で約束された領土を諦めて、おらず、ベルサイユでの議論の最中、リュブリャナへ向けて、侵攻を行ったが、これは、スロベニア人将校の部隊によって阻止された。 さらに1919 19年1月27日にはマリボルにおいてドイツ系住民が自決権を求めてデモを行うとスロベニア軍がこれに発砲する事態に至ったマリボルの流血の非事件が発生するにまで至っていたさらにオーストリア南部のケルンテン州国境地帯はユーゴスラビア軍が占領していたがオーストリアのケルンテン州政府は オーストリア政府の忠告を聞かずに、強度防衛隊を、組織、1918年12月5日より、ユーゴスラビア軍の攻撃を行った。この異境の急戦交渉が1919 19年1月以降行われたが、この調査を担当したアメリカ調査委員会は、オーストリアよりの状況報告を行ったため、オーストリア側に有利に進んでいたが、これにいらだった。 ユーゴスラビア側は4月29日に攻撃を開始した。初期においては劣勢であった、ユーゴスラビア側も正規軍を投入したことにより、クラーゲンフルトを占領するにまで至ったが、協商国が介入、ユーゴスラビア軍は排除され、講和条約が結ばれた。結局、連合国はクラーゲンフルトに設置された。 委員会に裁定を委ね、住民投票が1920年10月10日に行われたが、クラーゲンフルトを含む A ゾーンではオーストリアへの帰属を求める者が多かったため、オーストリアへの帰属が決定。A ゾーン北方の B ゾーンでは、この結果を受けた上で投票が行われなかった。しかし、この一連の出来事により、民族的に傷つけられた。 スロベニア人らによるオーストリア人襲撃などを含む抵抗活動が発生した。このため、カラベン家産地がオーストリアとセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の国境を溶かした。一方でイタリア側国境では緊張が続いており、1920年11月12日にラパロ条約が結ばれるまで落ち着くことはなかった。しかし、 イタリアのガブリエーレ・ダンヌンツィオが武力行使を行ったことにより、クロアチア人の抗議があったにもかかわらず、フィウメはイタリアに属することとなった。1921年6月28日、リドダン憲法が制定されることにより、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の基礎が形成された。しかし、スロベニア人、議員26名が、 憲法制定議会で棄権したように、スロベニア人が主張していた連邦主義は採用されることなく、セルビア人の主張した中央集権主義が採用された。スロベニア議員らは主にコロシェツ神父が率いるスロベニア人民党員であったが、コロシェツは中央政府との協力を行うことにより、内務大臣を何度か務めることとなる。そして、ユーゴスラビアで、 経済危機が1931年に発生すると、翌年にはさらに状況が悪化、クロアチアの民らの暴動が発生する事態に至り、スロベニアでも兵士による反乱が発生した。さらに、クロアチア人指導者であるスチェパン・ラディチガー議会内で、銃撃され後に死亡したことにより、国王アレクサンダル一世が王国内の危機収集のために首相に就任。 事態収集に奔走するが、それも身を結ばずに辞任。その3日後にアレクサンダル一世は独裁性への移行を表明することとなる。コロシェツはこの新たな局面において、1932年宣言を行うことにより、スロベニアへの自治権の異常、イタリア、オーストリア、ハンガリーにおいて、少数民族と化している、スロベニア人居住地域を王国領とするために、 国境占修正を要求したが、イタリアがこれを、挑発行為として、非難、国王アレクサンダル・一世は、コロシェツを、逮捕、連れ筋前へ遊兵した。その後、アレクサンダル・一世が暗殺された後、国政を担うこととなった、パブレコーの指示のもと、ミラン・ストヤディノビッチが首相に就任した際には、ストヤノディノビッチは、スロベニア人民党からの協力を得るために、 コロシェツを正解に復帰させ、内務大臣に就任させた。しかし、ストヤディノビッチが、ローマ教皇とのコンコルダート締結を行おうとしたが、セルビア正教会による大規模な反対キャンペーンが行われ、コロシェツが、スロベニア人とクロアチア人の弾圧を行ったとして、非難された。しかし、これらの諸問題を解決するため1939年8月、 ストヤディノビッチの公認首相、ドラギシャツベトコビッチと、クロアチアのオミントを指導者、ブラドコ・マチェクとの間で、スポラズムが結ばれ、ザグレブをシュートとするクロアチア自治州が形成された。このため、クロアチアにおける問題については一定の成果が見られたが、スロベニアでは、スポラズムが結ばれなかったため、スロベニアでも、自治を求める声が高まっていた。 スロベニア国立博物館1919 19年、リュブリャナで大学が開設されたスロベニアにおいては、国立博物館、国立美術館、国立劇場が、それぞれ設立された。さらに1928年には、ラジオリブリャナが開設され、1938年には、芸術科学アカデミーが設立、ハプスブルク時代から続いた、文化面での発展が続いていた。さらに、 小学校、中学校では、セルビア・クロアチア語で教育が行われ、1939年の時点で、ユーゴスラビア全体の識字率が60%と推測されるのに対して、スロベニアでは92%にまで及んでいた。経済面でもスロベニアは発展を遂げていた。1919年より始められ土地改革により、ドイツ人やハンガリー人の地主が追放。 それらの土地が元兵士らに与えられるなどして小規模地主らが生まれた。この小規模地主らは強力な共同組合を組織化した。さらに、スロベニア人民党が中央政府と協力したことにより、スロベニア農民らは他の地域と比べるとかなり有利な農業借り入れ金制度が適用された。このため、スロベニアにおける商品として牛乳や砂糖、ジャガイモ、 木材がユーゴスラビア全土で販売されることとなった。1930年代の世界恐慌時には、スロベニア人の一部がアメリカに移民するなどしたが、第一次世界大戦直前で、ユーゴスラビア全体の農業人口75%に、対してスロベニアは55%であった。さらに、スロベニアでは工業化が、ハプスブルク時代より進んでいたが、セルビア人、 クロアチア人、スロベニア人王国成立以降、急速に発展することとなり、中心地リブリアナは、重要拠点と化した。スロベニアではもともと、農産食品関係、繊維関係での工業化が進んでいたが、さらに鉄、非鉄金属分野、化学製品分野、そしてスロベニア全土で生産されていたホップを利用した、ビール工場も発達することとなった。 トルボブリエでは石炭採掘、セリエでは化学製品、マリボルはスロベニア第二の工業地帯として発展、セミ、金属、化学製品、紙がユーゴスラビア全体に行き渡ることとなる。1921年の時点でスロベニア人は105万4000人がユーゴスラビア王国に所属していたが他にもイタリア、オーストリア、ハンガリーにも 約35万人が所属しており、少数民族と化していた。イタリアにおける問題1920年、イタリアのベニート・ムッソーリーニが外国人排斥キャンペーンを実行したことにより、トリエステのスロベニア民族会館が焼き打ちに遭うなど、事態は悪化していた。また、1923年にはスロベニアに隣接する。 ベネツィア・ジュリアの学校ではスロベニア語教育が禁止され、スロベニア語の抹殺が図られたため、多くのスロベニア人が他のヨーロッパ地域やラテンアメリカへ移住する事態も発生していた。さらにムッソリーンには、スラブ語起源の名称を持つ町や村の名称を変更、スラブ系の性を持つ家族にも解明をするよう圧力をかけ始めたが、 それだけではなく、スロベニア人の組織、エディノストも解散させ、スロベニア語の新聞も弾圧させた。このため、イタリアのスロベニア系住民と、イタリア政府の関係は悪化。イタリアのファシストたちは、スロベニア系文化、経済組織へ襲撃を行ったが、これに対して、スロベニア人らは、ボルバを組織して、反対に、ファシストの建物、人物を襲撃した。 これらの状況の中、イタリアのスロベニア系民族主義者らはユーゴスラビアへの併合を要求したが、イタリア政府はこれを反逆行為として弾圧。1927年から1943年の間に544人のスロベニア人らが131回の裁判にかけられることとなり、10人が死刑を宣告され、処刑された。オーストリアにおける 問題オーストリアのスロベニア人らはイタリアよりも恩恵であった。しかし、ウィーン政府は、スロベニア人のドイツ同化政策を推進。ここに至って、スロベニア人らは脱スロベニア民族政策として、これを非難した。さらに1920年10月、スロベニア人居住区において、住民投票が行われたが、この時、セルビア人、クロアチア人、 スロベニア人王国への帰属を希望した人々は、要注意人物として監視され、1920年の国勢調査で8万2000人いた。スロベニア人らは1923年には3万7000人にまで落ち込んでいた。1934年、オーストリア首相、エンゲルベルト・ドルフースが、スロベニア人の経済的、政治的組織の解散を命じたが、 ナチスドイツが進出するにつれてそれは過激化、迫害行為となりスロベニア人らの強制一層も検討される事態にまで至る。ユーゴスラビア王国は周辺の国々が数軸側に参加したことから数軸側への参加を余儀なくされていた。しかしそれに反対するデュシャン・シモビッチ将軍は1941年3月25日から26日にかけて クーデターを決行した。このクーデターの結果、それまでユーゴスラビアの政治を担ってきたパブレコーは失脚、若き国王ペータル2世の申請を中心にスロベニア人閣僚も3人入閣することとなった。しかし、このクーデターにより、ユーゴスラビアが数軸側からの脱退をしようとしていると判断したドイツ総統。 アドルフ・ヒトラーはこれに激怒、ユーゴスラビアの占領を命じた。1941年4月6日、ドイツ軍は、ブルガリア国境よりセルビアへ侵攻、8日には、オーストリア国境よりスロベニアへ侵攻した。ドイツ軍は素早くマリボル、プトゥイ、セリエを占領、さらに11日には、イタリア軍が侵攻を開始、リュブリャナが占領された。ユーゴスラビア王国政府は、 亡命を余儀なくされ、回路経由で、ロンドンへ亡命することとなったが、これには、スロベニア人閣僚も従った。一方、現地に残されたスロベニア地域総督、マルコ・ナトラチェンは、民族会議を結成して、数軸国と交渉を行おうとしたが、これは、イタリア軍と数日協力をした後に解散させられた。この時、スロベニアにおいて、民族闘争を続けていた。 リュブリャナ市長イバンフリーバルは自殺している。結局、スロベニアは、イタリア、ドイツ、ハンガリーによって分割されることとなり、ドイツは、アルプス地域を、イタリアは、リュブリャナを含むザバカワイナンを、ハンガリーは、ムルスカ、ソボタ周囲のプレクムリエ地方をそれぞれ占領した。ドイツ占領地域では、ヒトラーのドイツ化命令の下、二つの地域へ分割、カルニオラ北部は、 オーバークライン、スティリアの一部は、ウンターシュタイヤーマルクが設定されたが、学校は閉鎖された上で公共の場でのスロベニア語の使用が禁止、1万6000人がドイツ、もしくはクロアチアへ強制移住された。ただし、この政策に関して、イギリス外務省は、ポーランドとは状況が違うと声明を発表している。一方で、イタリア占領地域では、 ベネツィア・ジュリアに関連する地域をドイツが占領地域を含めた上でイタリア王国領リブリアナ州として全てのスロベニア人を統合制限付きの自治を与えるという政策のもと行動していたその一方でユーゴスラビア王国において少数民族と化していたドイツ系イタリア系ハンガリー系の人々はこの占領を熱狂的歓迎ムードで受け入れ 母国の一部になったことを祝福した。スロベニアは分割占領されることとなったが、リュブリャナのロジュマン司教は、イタリアとの協調路線を取るべく努力を払っていた。しかし、イタリア軍がリュブリャナを占領した一週間後の1941年4月27日、イタリアの占領に反対するキリスト教社会党左派、愛国的自由主義者が集まった、青年体育文化組織、 ソコル、共産主義者らが結集、反帝国主義戦線が発足した。特に共産党は1941年6月22日に、ドイツがソ連にに戦線布告すると、ソビエト連邦共産党書記長、ヨシフ・スターリンの呼びかけに応じて、パルチザン活動を開始、スロベニアにおける抵抗活動が本格化することとなった。反帝国主義戦線は、 解放戦線に名称変更された後、活動考慮を発表したが、パルチザンは、スロベニアナショナリズムを基本として様々な主義主張を持つ勢力らが連合していくものとされ、教会の自由を保障するなど恩恵的な考慮で、あったが、1941年9月16日に、スロベニア民族解放委員会が設立されるに至り、 スロベニア人が居住するすべての地域へ影響を持つこととなった。この中で共産党員たちは革命を起こすことを考えており、解放戦線の中で数軸国と戦うだけでなく、スロベニアにおける大敵協力者の根絶を主張したが、ロジュマン司教を含む聖職者らを含む人々は、これがスロベニア人同士で内戦に至ることを恐れていたが、これは、 イタリア軍の指導のもと、白、守る団と、トモブランツと呼ばれる武装集団が結成され、パルチザンとの戦闘に加わっていたためであった。さらにリュブリアナは、イタリア軍によって、何へもの軍事警戒線が設定されており、これに攻撃を仕掛けることは、危険な行為であった上にアルベ島をはじめとして各地に、強制収容所を設置していた。解放戦線は、 数軸軍が占領するスロベニア人居住地全体で抵抗活動を開始した。しかし北アフリカでドイツ軍が敗北したことによりバルカン半島へ連合軍が上陸を行うという雰囲気が形成されるとユーゴスラビア共産党指導部及び指導者ヨシップ・ブロズチとは反共主義者が強化される可能性が発生したことにより懸念し始めた。特に スロベニアでは、共産党スロベニア支部長、エドバルト・カルデリラは、キリスト教社会党の態度に不安を抱いており、数軸国への戦いが弱まる恐れを抱いていた。そのため、1943年3月1日、解放戦線は、泥見て宣言を発表して、共産主義者が、解放戦線における、主導権を握った上で、キリスト教社会党や自由党に、 独自の政治活動を認めることを宣言した。1943年9月、イタリアが連合国に休戦を申し入れることとなるが、10月4日、解放戦線はコチェービエで人民議会を開催、クロアチア独立国と化していた沿岸地方をスロベニアへ併合すること、スロベニアは他の諸民族と共に国家連合を形成することを宣言した。その後、 地頭が11月23日に開催したユーゴスラビア民族解放反ファシスト会議で報告された。ユーゴスラビア民族解放反ファシスト会議は臨時政府としての機能を果たすこととなったが、これは事実上、地頭らが実権を握っており、会議では国王の帰国の禁止、ユーゴスラビアを連邦国家に編成すること、地頭に ユーゴスラビア軍元帥の称号が与えられることなどが決定された。スロベニア代表にはヨシプ・ビドマールが就任していたが共産主義者に主導権を握られている上にビドマールは新たに生まれるユーゴスラビア政府がスロベニア人に行政などの分野で自治を認められることを確信していると発言したに過ぎなかった。イタリアが降伏したことにより イタリア軍の武器や装備が放棄されることとなったが、これはパルチザン側が得ただけではなく、数軸軍への協力を行った反共民兵組織にも取ることとなった。このため、ドイツ軍は、イタリア軍が占領していた地域を占領するために、ドモブランツィを利用したがこれは、パルチザンとの内戦を生むこととなった。地頭は、ロンドンに亡命していたユーゴスラビア王国政府と、 交渉を行い、1944年9月、地頭ジュバシッチ協定に同意、連合国からの援助を得ることとなった。このため、スロベニアパルチザンラは地頭を率いるユーゴスラビア軍と、連合軍と協力した上でスロベニアを解放、リュブリャナは、解放戦線が占領した。ドモブランツィは、ドイツ軍が撤退したことにより、カリンティアに逃亡したが、 その中の女性や子供らを含む数千人はユーゴスラビアへ戻ったところを、チトーパルチザンらによって拘束され、セリエ近郊のデハリエコチェビエ近郊のコチェウスカレカなどで処刑されたが、2年経った1945年の時点でもその地域の農民らが、大地がため息をついていると、死臭が漂うことを苦情として申し立てるほどのものであった。 一方、ドイツ敗戦により再び少数民族となった、ドイツ系とイタリア系の住民は、住んでいた土地を追放され、それぞれ、オーストリアやイタリア本国へと避難していった。イストリア半島では、イタリア系の住民が、パルチザンによって虐殺され、フォイベと呼ばれるホラーナに殺害された住民の遺体が、遺棄された。1945年5月時点で、 スロベニア人150万人のうち5万1000人が死亡。そのうち戦死が41%の2万1000人。占領者に殺害されたのが3万人と推測されている。1945年5月5日、イタリア領ベネツィアジュリア州の共産党指導者で解放戦線の初期長であるボリス・キドリッチを中心とするスロベニア政府がリュブリャナで樹立された。一方で、 地頭を主犯とする第二次地頭政権がベオグラードで3月7日に樹立されていたがリュブリアナでは合法性をあまり気にしないをモットーとする政治警察、人民保安部による粛清が行われていた。そのためドイツ系の人々が財産を没収された上で追放を受け聖職者らを中心とする人々は敵に対して協力を行った。 事実の有無にかかわらず、裁判にかけられ多くの人々が有罪とされたが、その数は不明である。解放戦線は、大戦中に財を成した農民や、大敵協力者などから没収した資産をもとに、復興装置を負ったが、銀行にまでその手は及び、さらに8月25日には、すべての報道機関の資産が、解放戦線に管理下に置かれる。報道法が、制定、野党らは、 自らの主張を述べる機会を奪われていた。さらに、中央政府に参加していた国王側の閣僚が夏に辞任すると11月に総選挙が実施されたが、これは西側連合国が異議を申し立てない程度に好ましくない人物の選挙からの排除を行った。そのため、共産党は90%の支持を得ることとなり、憲法制定議会が召集されると、 王政の廃止と連邦制に基礎を置いたユーゴスラビア連邦人民共和国の樹立が宣言されスロベニアもそのうちの一国となった。しかし1918年ユーゴスラビア王国が成立した際に問題となった国境線が今回も問題を生じることとなった。1945年5月1日、チトオパルチザンはイギリス軍よりも先に トリエステに進攻しており、イタリア領ベネツィアジュリア州すべてと、南カリンティア州の北部地域の活上を要求したが、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルと、アメリカ大統領ハリー・エストルーマンらは、地中海に共産主義者が拠点を得ることを望んでおらず、イギリス軍とユーゴスラビア軍の間に緊張が走ることとなった。しかし、 ソ連共産党は西側連合国やイタリア共産党との衝突を望まなかったためユーゴスラビア軍へトリエストからの撤退する要命令。1945年6月12日ユーゴスラビア軍は撤退した。そのためイギリス軍がトリエステを占領したためベネツィアジュリア州の一部だけがユーゴスラビア領となることとなった。一方で スロベニア人で構成された部隊は、コペルとその周辺プリモーリへの占領を行っていた。この結果、1946年10月に結ばれたパリ協定により、トリエステを中心とした地域は、イギリス軍、アメリカ軍が統治することとなり、コペル、ブーイエを含む地域はユーゴスラビアが統治することとなり、この境界線では、限界体制が敷かれることとなった。一方、 カリンティアでは5月19日、英米軍合同司令部がユーゴスラビア軍を呼び、パルチザン部隊に対して撤退を行う、要最終通告を突きつけたため、速やかにユーゴスラビア側はこれに応じた。結局、カリンティアの行政権はイギリス軍が握ることとなり、国境線は1919 19年当時と同一とされたが、スロベニア人らはこれを受け入れるほかなかった。 スロベニアにおいては、エドワルド・カルデリア、ボリスキ・ドリッチラが重要な役割を果たしたが、内部への敵に対する闘争が、ユーゴスラビア内で実行された。しかし、そこには、レジスタンス活動に加わりダッハウ強制収容所へ、送られたスロベニア共産党員も含まれ、1948年3月、裁判にかけられて、 反共産主義者として死刑などの重罪に処されたが、これはオスマン帝国の圧政やロシア的監修よりもユーゴスラビアが西側に近いと考えていたスロベニア知識人らを失望させることとなった。ユーゴスラビア民族解放反ファシスト会議の綱領をもとにユーゴスラビアでは農業改革が進められ農地所有の上限が個人は35ヘクタール。 団体が10ヘクタールに定められ多くの大土地、所有者が追放された。スロベニアでは大規模に土地を所有していた、ドイツ人、リュブリャナ市教座、カトリック教会がその対象となったが、これは、ユーゴスラビア人口の半分を占める農民たちの関心を引き寄せることと、貧しい農民と豊かな農民を対立させることに主眼が置かれており、結局、スロベニアにおける、 平均土地所有面積の増加は妨げられることとなった。1946年以降、5か年計画が実施されることとなり、スロベニアでは、重工業への転換を行いながら、生産数を3倍にすることが期待されたため、すべての、主な銀行、工場、運輸、流通、商業、貿易が国有化、地方の小規模商店は、 共同組合の一部として組み込まれるなどすべての面での国有化が進んだ。さらに、教育方面でも改革が進み、マルクス主義教育や文化活動が導入化されることとなった。ところが1948年6月28日、コミンフォルムが地頭とユーゴスラビアを避難し、ユーゴスラビアはソ連との関係を断絶することになるが、ユーゴスラビアでは、 スターリン的要素や、その支持者などは粛清され、アドリア海のゴリをお得等の強制収容所に送られた。そして、ソ連よりも、マルクス主義的である、新制度が導入されたが、その理論家は、スロベニア人のイーカルデリが存在しており、彼は、生産手段は労働者に優先権が存在しており、労働者は、労働者評議会を組織するものとしていた。 このコミンフォルム決議の際、スロベニア人は強力に地頭を支持したが、これは西側への接近を視野に入れたものであった。だが、コミンフォルムからの除名により、ユーゴスラビアの五カ年計画は深刻な影響を受けることとなり、中央政府は地方分権嘩を行ったが、これによりスロベニアもその恩恵を受けることとなり、五カ年計画に沿った政策を実行。これは、 スロベニアの工業発展の端緒となり、ユーゴスラビアでも重要な地位を占めることになった。この雰囲気の中、1960年代のユーゴスラビアは相対的に自由な国となり、制限はあるものの政治的議論が可能となっていた。しかし、1959年、シュタイエルスカ地方のトルボブリエ鉱山で発生した労働葬儀の収集策をめぐり、 実力行使で鎮圧を主張する中央政府と対話を重視するスロベニア政府の間で深刻な対立が生じていた。さらにユーゴスラビアを経済危機が襲うとその対処方法でも両者は対立することとなった。これは資本蓄積が貧弱なまま工業生産が急激に伸びたため生産のバランスが崩壊したことによるが中央政府はザドルガを解散。 個人農家を創設するための資金融資を行わざるを得なくなっており、共同組合への加入も廃止された。結局、1966年7月、アレクサンダル・ランコビッチ内相が失脚したことにより、トルボブリエ鉱山のストライキ以降、中央政府と対立していたスロベニア政府における勝利とみなされた。1954年10月、 イタリアとユーゴスラビアの間で、ロンドン議定書に合意。それまで、ユーゴスラビア軍が占領していたコペル、ブーイエを含む地域はユーゴスラビアへ併合。イギリス軍、アメリカ軍が占領していたトリエステを中心とした地域はイタリアへの併合が決定された。このため、コペル港は、スロベニアの主権が及ぶこととなり、ブーイエから、ミルナ側までの地域はクロアチアへ併合された。 この国境線は1975年、イタリアとユーゴスラビアで結ばれた王子も条約により、最終的に決定する。一方、カリンティア地方は、オーストリア国家条約により、1938年、当時の国境線が保障されることとなったため、オーストリアのスロベニア系少数民族の権利が、名目上は認められたが、スロベニアの愛国者たちには、 失望が走ることとなった。1963年、新憲法が制定されることにより自主、管理行政組織が制度化。これにより、各共和国に自由裁量が認められたため、スロベニア政府は、中央政府が南部の共和国へ分配する補助金制度を批判した。他にも、地方行政面でも自主管理制度をととした改革が行われ、さらには、 経済改革の中で西側諸国への出稼ぎが容認された。このため人口増加により失業が増加していたスロベニアにおいて多くの人々がドイツ各地へ出国、さらに出稼ぎに出た人々が送金することによりスロベニアの経済を好転させることとなり生活水準も向上することとなった。しかし各共和国で 経済改革が推し進められたことにより、共和国同士の競争が生じることとなったが、それに伴い、スロベニアのエリート層も出現。スロベニア政府首相スタネ・カウチッチは、エレクトロニクスやサービス業を中心とした、近代産業構造へ変化させることにより、西側との関係を深めることを構想したが、これは、地中央政府によって妨害され、カウチッチは、 労働社会級に敵対する人物で、スロベニアの分離独立を行おうとしているとして、失脚した。こうした、共産主義者同盟内での対立により、地頭は、各共和国への大幅な権限以上を、決断、1974年憲法により、自由に連合した生産者による、直接民主主義と、各共和国の自治が大きな柱とされた。 しかし、オイルショックが生じたことにより、経済危機がユーゴスラビアを襲うと、北部のスロベニア、クロアチアと南部のマケドニア、モンテネグロ及び、コソボジッ州の間の格差はさらに拡大、インフレがユーゴスラビアを襲うことになり貿易赤字が15億ドルにまで、到達、対外債務の返済の繰り伸ばし、失業の増加が見られるようになった。1972年、 スロベニアではリベラル派が敗北したことにより保守体制が続いていたが経済面での近代化は進んでおりスロベニアの国民総生産はユーゴスラビア平均の2倍に達していたしかしスロベニアの製品もユーゴスラビア内を接見してはいたが国際市場に進出するには困難が生じており農業面においても 古典的な自給自足を中心としていたため、農産物の価格が高騰するという問題を抱えていた。また、このことから1965年に創設され、南部の共和国が安い利子で借り入れができる、発展のための連邦基金は、スロベニア、クロアチアが南部の共和国を養っている状態であるとしていた。1980年5月4日、地頭が、 リュブリアナの病院で死去七等の遺体は、ベオグラードへ移送されることとなるが、ユーゴスラビアという枠内でのスロベニア共和国の活動が終わりを告げようとしていた。1969年、西側諸国からダルマチア海岸を観光に訪れる人々が多数に、上り、その94%がスロベニア経由で訪れていたことから、スロベニア首都リュブリアナから、 イタリア、オーストリア国境とを結ぶ高速道路が建設されることが決定。世界銀行から総額3400万ドルに及ぶ融資を受けることとなった。しかし、中央政府はこれをマケドニア、コソボ、モンテネグロなど南部地域への使用することを決定した。このため、スロベニア政府はこれに大規模な集会を開いて抗議したが、地頭及びカルデリはスロベニアが、 中央政府へ圧力をかけているとして批判した。しかし、スロベニア政府代表はこれに対して、共産主義者同盟内のコサン参幹部らが実務的官僚主義勢力を形成したことにより、中央集権化を行おうとしていると反論した。この自動車道事件によりスロベニア人がユーゴスラビアの現状に満足していないことが現れていた。1979年、 カルデリが死去したことにより、スロベニアでは権力闘争が生じていたが、1982年、ユーゴスラビアでの教育プログラムを共通化させることを、セルビアが提案したことによりユーゴスラビア内に緊張が走った。スロベニアは、この共通化が民族的アイデンティティを信頼するものとして、1971年に、 クロアチアの春と呼ばれる民族運動を経験していたクロアチアと共にセルビアへ抗議を行った。地頭死後、ユーゴスラビアの国家元首は連邦幹部会議長が臨番で務めることになったが、これにより中央集権主義者と反中央集権主義者との間での抗争が勃発、民族主義者とみなされた人々は裁判にかけられた。さらに1981年、 コソボ自治州のプリシュティナ大学でアルバニア系学生が放棄、これは鉱山労働者などにまで波及、深刻な問題と化した。このため、ユーゴスラビア連邦軍が投入されたが、この騒ぎで1000人以上が死亡したとされている。スロベニアでは、このアルバニア人らを受け入れ、リュブリャナなどでは、コソボからの難民が、商店やカフェなどを開店するなどして生活することとなった。 1986年、セルビア社会主義共和国を、スロボダン・ミロシェビッチが掌握、すべてのセルビア人が、同一の国に住むことを主張して、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人らをセルビアへ統合する、大セルビアの構想を練り出すと、さらに問題が、深刻化することとなった。このため、スロベニアでは、作家や学生たちが立ち上がり、 第12回社会主義青年同盟大会では、地頭への個人崇拝ではなく、市民社会の実現を目標にすることを、イデオロギーとして採用することを主張した。これには、軍や党が警告したにもかかわらず世論の支持を得たが、これよりもユーゴスラビア南部の共和国へ対する不満の方がさらに高まっていた。さらに、ユーゴスラビア内では1979年に、 始まった第二次オイルショックの影響が忍び寄っており、1982年以降、消費者物価が年率9%で上昇。物価水準は1989年の時点で1954年の13、85倍にまで達していた。この不満は、スロベニア全体に広がりを見せ、中央集権経済への失望が高まっていた。 ミラン・クーチャン1987年、スロベニアのリベラル派知識人とカトリック系知識人らが共同して、ノバレビアが創刊され、一党独裁の廃止、民主主義や市場経済の導入、ユーゴスラビアを国家連合へ改変した上で、その枠内でのスロベニアの独立などを軸とする、スロベニア民族綱領を発表した。これに対して、 スロベニア共産主義者同盟議長ミランクーチャンは反対しないことを表明したため、スロベニアと中央政府の間で対立が生じ、臨番制の国家元首にスロベニア議長が就任することを拒否したが、これはさらにスロベニアと中央政府との対立を激化させただけに過ぎなかった。そのため、ユーゴスラビア連邦軍はスロベニアの雑誌、 ムラディーナの編集者らが雑誌内で連邦軍の批判を行った際に機密文書を使用していたと主張1988年に彼らを裁判にかけた。この裁判はリュブリャナで開かれたにもかかわらずスロベニア語ではなくセルビア・クロアチア語が使用されたためスロベニアの人々はノバレビアで発表された考慮への指示を行うようになった。そのため 中央政府は1988年8月、連邦憲法の一部を改正、各共和国への制限を強めることとなった。しかし、スロベニアの世論の高まりにより、スロベニア共産主義者同盟、スロベニア社会青年同盟らは、その影響を受け、スロベニア共産主義者同盟議長、ミランクーちゃんは、尽力を見せた。ユーゴスラビア共産主義者同盟の指導者は、 中央集権を強めるために、スロベニア世論の操作を試みたが、スロベニアで進む、自由化を止めることはできなかった。1989年1月、スロベニア民主同盟が成立した上で7月に、スロベニア共産主義者同盟が、指導勢力しての役割を放棄したことにより、民主同盟は、正式に存在が認められることとなった。 それに付随して、リュブリャナでは、セルビア指導者ミロシェビッチが、コソボ自治州に3度、連邦軍を投入した上で、自治州の自治権を剥奪して、セルビア共和国への統合を行うなどの、超民族主義的政策に反感が募っていた。1989年2月、リュブリャナで、 コソボのアルバニア系住民とスロベニア人らの連帯を表するための大集会が開催されたがこれをミロシェビッチが組織的手法で対抗リュブリャナでセルビア人らによる大集会を開催しようとした。しかしこれはスロベニア政府によって禁止されたためセルビア共産主義者同盟はスロベニアへの経済制裁を呼びかけた。 1989年5月、スロベニアの野党勢力が、南スラブ民族と共存しながらも、スロベニア民族が主権を持つ国家の樹立を目的として、5月宣言を発表した。これに対して、中央政府は圧力を強力にかけたが9月に、スロベニア議会が共和国憲法改正を発議、国際的主権がスロベニアに属することを規定する、ことが目的であったが、 一党独裁制時代に選ばれた議員らはすべて賛成、決議された。このため、スロベニアの独立が規定され時間と方法だけが問題となった。スロベニア政府はスロベニアが連邦内での特別な地位となることを望んでいたが、野党勢力らはユーゴスラビアを国家連合にすることを望んでいた。さらに政治的組織として、スロベニア政府は既存の組織、 社会主義同盟内で複数の派閥が活動することを望んでいたが、野党勢力は複数正当性による真の民主主義を求めた。このため、1989年11月末、スロベニア政府は世論の絶大なる支持をもとに、中央政府が求めていたデノミネーションや給与凍結を軸とする経済政策を拒否。 これに対応してセルビア及びモンテネグロはスロベニアへの経済制裁を行ったが、スロベニアは同じく独立を目指すクロアチアと協力して対抗した。さらに、スロベニアの野党である、スロベニア民主同盟、社会民主同盟スロベニア農民同盟、キリスト教民主党スロベニア緑の党らが連合して、野党連合、をデモスを結成、共産党へ対抗した。 1991年にベオグラードで開催された第14回共産主義者同盟大会でクロアチアとスロベニアの共産主義者たちはこれまでの協情を捨て去ることを主張したがこれが受け入れられなかったためクロアチア代表とスロベニア代表らは大会会場から退場スロベニア代表らはユーゴスラビア共産主義者同盟とは無関係であると宣言した ミロシアビッチは大会をそのまま続けようとしたが、今度は、クロアチア代表団の抗議が行われ1月23日、大会は中断されたまま無期延期となった。中央政府首相アンテマルコビッチはユーゴスラビアは、継続するが共産主義者同盟は、政治の舞台より消え去ったと宣言したが、すでに、セルビアを代表とする、中央集権派と、スロベニア、 クロアチアラを代表とする独立派に分かれていた。ロイゼペテルでこれが明確に現れていたのが1990年4月に行われた初の自由選挙であり、スロベニアでは野党連合、デモスが55%の得票率を獲得、残りの得票率をそれまで存在していた共産党系である民主改革党など三政党で分け合う形となっていた。 首相には、キリスト教民主党党首、ロイゼ・ペテルレが選出され、同時に、共和国大統領が直接選挙が行われた上で、スロベニアに、複数政党制を暴力行為なしに導入した、改革派共産主義者、ミラン・クーちゃんが59%の得票率で、当選していた。これら初の自由選挙では、ハンガリー系やイタリア系の少数民族らにも一、 議席ずつ割り当てがあり、スロベニアの人々が、スロベニアの独立を目指す、デモスを支持していたことが、明らかになった。これらの結果を受けて、大統領、クーちゃんは、共産主義者同盟へ辞表を提出、デモスの代表者らに疎格を要請した。スロベニア共和国首相ペテレルは、スロベニアの民主的、平和的な独立を達成するために、 スロベニアの政治的、民族的政策をまとめ上げ、ユーゴスラビア連邦政府との交渉を行うことを考えており、1990年12月の議会において、スロベニアの独立とユーゴスラビアからの離脱について国民投票を行うことを決定した。一方で、スロベニア国内では過去のドモブランツィとパルチザンらの和解が課題として残っていたがこれは、 盛大な記念式典が1991年6月開催されたことにより生産へ向かっていた。しかし、連邦政府はこの問題で話し合う気は全く持ち合わせておらず、すでに独立への意思を明確にしていたスロベニア、クロアチアから少しでも領土を獲得するための行動を開始した。このため、クロアチアのセルビア人らは、 ユーゴスラビア連邦軍の協力を得た上で、リーカ地方から北ダルマチアにかけて、クロアチア政府の政策を拒否、アドリア海へつながる交通路を遮断するなどを行っていた。スロベニアでは7月2日から国会において、ソ連邦のバルト三国の例に習い共和国法が、連邦法に優先するなどの主権宣言を行い、 さらに9月28日には国防に関する分野など、すべての分野を共和国が掌握するとした憲法修正が採択され、領土防衛隊がスロベニア政府の指揮下となり、10月8日には新通貨トラールが導入された。これに対して、ユーゴスラビア連邦幹部会議長、ボリサブ・ヨービッチは、連邦政府の権限を課すと激しく非難した。しかし、 スロベニア大統領、クーちゃんと首相、ペテルレはこれに対して12月23日に行う国民投票において、ユーゴスラビアとスロベニアが新たな関係を確立するべきがどうかについて、真を問うことを決定。リュブリャナ教区のシュシタル大司教もこれを支持した。しかし、連邦政府首相アンテマルコビッチはスロベニアが憲法違反を犯しており、 必要対抗処置を取ると脅迫した。結局、投票が行われ、有権者150万人のうち89、89%が参加、そのうちの88.5%が、スロベニアが主権を持つこと、スロベニアが独立することへの支持しており、さらには、スロベニア以外に住む、スロベニア人以外の人々もこれに賛成していた。これに対して、 スロベニアの独立をあくまでも認める気のないセルビア共和国政府は連邦政府がセルビアの影響下にあることを証明するために16億ドル相当のディナール紙幣を印刷したがこれはユーゴスラビアの経済に致命的な打撃を与えるという皮肉な結果に終わったスロベニアは国民投票時に発表した半年の猶予期間を 過ぎた1991年6月25日、リュブリャナの議会にて、スロベニア共和国の独立を宣言した。しかし、連邦政府はこれを認めず、さらには、国際社会においても、連邦政府の意向を支持する、可能性が存在していた。さらには、連邦政府首相マルコビッチは独断で、オーストリア、イタリアとのそれぞれの国境の確保を命令。 スロベニアを孤立させようとした。しかしスロベニアはこれを事前に、察知8万人を動員して、これに備えていた。6月26日、リュブリャナの議事堂前広場で、ユーゴスラビア国旗が、スロベニア国旗に置き換えられたが、27日、前日に展開していた。連邦軍は、リュブリャナ空港を封鎖、爆撃を加えることにより、軍事作戦が開始された。 連邦軍は最初にオーストリア国境、次にイタリア国境でそれぞれ配置されていたスロベニア人警察官やスロベニア人税関職員を攻撃。マリボル北方のシェンティリの町では激戦が交わされた。これに対し欧州共同体は素早く反応したが、フランス、イギリスがユーゴスラビアの維持を支持。イタリア、ドイツ、オーストリア、ハンガリーらは スロベニアの独立承認を行った上での即時、停戦を支持するなど混乱を見せていた。6月28日、ルクセンブルク、イタリア、オランダの外相らは、連邦軍が、スロベニア内に存在する、連邦軍基地へ撤収した後に、スロベニアから撤退すること、スロベニアとクロアチアの独立を3ヶ月凍結した上で、連邦政府と交渉を行うこと、 リ番制の国家元首に着任を拒否されていた、クロアチアのスティエ・パン・メシッチを選出することの3つを軸に妥協案を提案した。これら妥協案をもとに交渉が重ねられ、7月7日、ついに連邦軍は、この妥協案を受け入れ、スロベニアからの撤退を開始、スロベニアの独立は事実上のものとなった。この戦いで、スロベニアでは54名、 連邦側はそれ以上の死者、物的損害を出すこととなり、さらには、セルビア人以外の将兵らの脱走も発生していた。結局、スロベニアの独立については、EC の立ち合いの下、クロアチア沿岸のブリオニジまで継続することとなった。ユーゴスラビア連邦軍が撤退を完了した後、スロベニアは事実上、独立状態と化しており、独自通貨のトラルを、 発行、12月28日には新憲法が制定され、複数政党制、大統領制が採択された。ヤネス・ドルノーシェクこの新憲法に沿った、総選挙が1992年12月に実施され、10以上の政党が議席を得ることとなったが、第1党は自由民主党が獲得した上で、連立与党を形成。 首相には自由民主党党首、ヤネス・ドルノーシェクが選出、大統領にはミラン・クーちゃんが選ばれたが、スロベニアには大きな課題が存在していた。この課題は、スロベニア独立の承認を得ることであったが、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、チェコスロバキア、ポーランド、さらに、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ・ニセイラは積極的であったが、他のヨーロッパ諸国は、 消極的であり、特にイタリアは1945年から46年に手放していた。イタリア系住民の財産保障問題を掲げ、さらにフランスは親、セルビア的観念から連邦を支持イギリスはこれに距離を置いていた。これらの状況の中、ドイツが EC に圧力をかけたことにより1992年1月15日、スロベニア、クロアチアの独立を承認。 これを契機に他の諸国も両国の承認を行うようになり、1992年5月22日、最終的に国連加盟国となった。1992年4月、新憲法の準備過程の中、民営化方針をめぐって諌かいが生じたため、デモスは崩壊することとなった。さらに、自国の評価をめぐり、各派閥の対立構造が見られることとなった。 1992年12年、正式にデモスが崩壊した後の選挙で、共産主義同盟系の自由民主党、社会民主連合リストラと、社会民主党キリスト教民主党らが政権を担うこととなった。1992年には、企業の民営化に関する法案が通過、スロベニアにおいて、ユーゴスラビア時代から続く企業民営化に拍車がかかることとなり、 1993年から1997年の間にスロベニアの国有企業のほぼすべてである1500企業が所有移転され1998年11月の時点で1369社が民営化された。1989年より EC への加盟を表明していたスロベニアは1991年に独立を達成したことにより EC EU への加盟が最大の目標と化していた。そのため、EU の標準と基準をスロベニアに導入するために、EU への待合室である、欧州自由貿易連合へ加盟、EC、EU 加盟へ向けてその体制を整えた。さらにはユーゴスラビアからの独立のために失った、市場をヨーロッパに求め、1996年には、中央自由貿易協定に加盟した。 スロベニア憲法第68条では、外国人によるスロベニアの土地購入を禁止していたが、イタリアのシルビオベルルスコーニー首相が、第二次世界大戦時に失われた、イタリアの財産を保障するようスロベニアに求めていた、ことにより、問題が表面化した。後に、スペインの仲介を得たことにより解決へ向かったが、この条文は、e、EU 加盟への障害となっていた。そのため、 国民投票を行った上でこの条文の修正が行われ、スロベニアの EU 加盟への障害が取り除かれることとなった。さらにスロベニアは北大西洋条約機構への加盟も表明しており、1997年3月の世論調査では EU 加盟支持の53%を上回る64%の支持があった。1997年、ポーランド。 ハンガリー、チェコ、ルーマニアらと共に、NATO 加盟寸前にまで至ったが、これはアメリカが反対したことによりこの時は、実現しなかった。しかし、1998年から1999年にかけて、国連安保理事次会非常任理事国を務めることとなる。その後、民主化と市場化を進めたスロベニアは2004年に EU、NATO への加盟を果たした。 さらに2005年には、欧州安全保障協力機構議長国を務めた後、2007年に、ユーロを導入。さらに2008年1月には、東欧諸国発の EU 議長国に就任した。ありがとうございます。